ごめんなさい、飲みすぎちゃってごめんなさい、明日になったら覚えてないけど。音楽って何なんですかね、皆さん、僕にとって喋る一環ですよね、きっと、ね、喋る一環ですね。多分、もし音楽ができないって言われたら多分、落語やってると思います、マジで。2007年キャリアスタート、レゲエ DJ 世界の割り箸チョップスティック。口癖は俺の人生高3の春休みから変わってない。深夜の代々木公園、ああ開いた開いた開きましたか、すごい開いた、開いてました。カエルってすげえな、これすごい開きます。レゲエダンスの大会に年に数回盛り上げ役として参加するチョップスティック。困った時の小ネタが炸裂、今回は紙吹雪だ。翌日に迫った本番のためにレゲエダンサー女股力の舞と最後の特訓を行う。はい、これができない。サマボンスもちょっと長いんで、急にもう塩しかないと思って、休憩中はもちろんしゃべくり倒す。こうやってこうやってやったら水持ってきてくれて。この男の辞書に沈黙という言葉はあるのだろうか。こうやってやったらこうやってやったら、チョップさんを黙らせるにはどうしたらいいですか。あのね、寝るしかないです。俺がこんだけいっぱい言葉があるのにね、なんかこうあんましゃべらないでいるのもったいないでしょ。俺の話を聞いてくれでもね、大阪の俺の話を聞いてくれ。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。練習が終わり、移動中の車内でもマシンガントークは止まらない。 DJ ポリスをやってくれるんだったら俺やりたいっすよ、マジで。あれいいでしょう。なんかもうチョプさんのスイッチをオフにするためにはどうすればいいですか。それはね、寝ることですね、本当に。本当に寝る瞬間っていうのは電気消した感覚あるんですよ、パチって。なんかその炭を消すじゃなくて蛍光灯をパッて消すみたいな感じで、うってなるんですよ。羨ましい。だがまだまだ眠る気配はなさそうだ。ここはですね、我がドクタープロダクションのトラの穴って呼ばれてるんですね。ムネさんの穴って呼ばれてるんですよ。チョップスティックのホームグラウンドの音楽スタジオ。そうそうそう、そしっかり確認済みです。大丈夫です。エビキャラです。はい。今ちょっとですね、もうびしょびしょだったんでね。着替えても黄色。持ってる服は全部黄色。優しく厳しくね。あ、いいじゃないですか。ドラマチックじゃないですか。そうだな。これからこの曲にリリックを載せる作業を行う。あなたとはあったしみたいな。お酒ですかこれ。どうなんだろうな。なんかこないだろ。みたいな感じですか。そう素敵なテーマだ。でもなんかそうっすか。 OK です。ブイブイ、いきなりエンジン全開。朝から晩までなんだからなんだからなんだからなんだゴイゴイなな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 なゴイゴイお前にそうあげたい杯うーいえー満月の夜に食前酒はシェリー酒ちょっと苦めのビフィータごめんねみたいな溢れ出る言葉。ごめんね借家住まいなのに持ち家だと言い果て、うん、で朝まで飲んでなんとかパーリーんだよめぐいぐい、はいはい、一気に録音、はい、ちょっと録音しましょう。なんか適当に思いついたこと言ってみて。はい、ラララララ。お次はサソリさん、学生さんも、新潟のあなた、ロシアの方も。無限に湧き出る言葉は一体どこから来るのか。まあ、僕の場合もうね、って喋るだけなんで、このダバっぷりを、こうジョッキーの胸さんがこう、あたらそっちからこっち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 ってこう、これ追い込みをみたいなこうしてくれるっていうか、でそれをこうボン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 この水槽の中に入れていくっていう、生きた言葉っすよね、全部ね。そうだ、ララ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 ラ。レゲエ DJ チョップスティック。
今宵もまだまだ眠らない。ごめんなさい、似てないモノマネごめんなさい。